あ、そらくんこんばんは。始まった？始まったよ。あ、ふくふくさんこんばんは。あ、奈良チップくんこんばんは。あ、こんにちは。あくびさんこんばんは。あ、健太郎くんこんばんは。あ、ゆうだいくんもこんばんは。あ、出てこない。トーングラムさんこんばんは。あ、ひらかさんこんばんは。あ、はい、早速ありがとうございます。村上さん、あ、わこさんこんばんは。あ、奈良チップくん、ゆうすけさんだから1が良かったから一番が良かったってことかなねえ、ふだい先輩、健太郎先輩、成政です。あ、ここで自己紹介してるわけねあ、もなこさんこんばんは。この間ライブありがとうございました。今日は、村上ゆうすけさんとのコラボ配信です。今日は福岡舞鶴ジュニア新体操クラブさんの演技を見たいと思っています。すげえすげえ。舞鶴ジュニアの成政です。あ、ここでも自己紹介、さすがだね、奈良チップくん。じゃあそれではそろそろお呼びしましょうかね。今日は恵庭、はい、南高校、そして、はい、福岡大学出身の、ね、村上祐介さんとのコラボ配信です。はい、ただいまお待ちしております。日本の新体操の北と南をね、あ、ねえ全部北海道から福岡行ったんだ ね。 ね、 あ、 あ、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。先日は、はい、爽やかですね。いやいやいや、なんか試合より緊張してるとか。緊張してます、すごい。緊張してます。じゃあここでまずバランスをやってもらおうか。すごい今緊張してます、本当に。緊張してます。ちょっとじゃあ状況でもやりますか、まず。はい。ああ。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、大原さん、ありがとうございます。こんにちは、皆さん、こんにちは。いや、嬉しいですね。ね、この間本当ソニックスでお久しぶりに会えて、はい、うん、はい、ね、とても嬉しかったです。いや、私もあのまさか会えるとは思ってなかったです。わざわざ行きました。失礼しました、本当に。はい。ありがとうございました。なんかね、指導してる場面とかもしっかり ね、見せていただいて。そうですね、本当。いやもう。もう凛々しかったですね。うん。でもいいチームですね、マイズルは。はい、そうですね、まだ。でも始めたばかりなのでですね、子供たちも本当に、はい、奈良チップ考えてますよ。マイズルジュニアの成政です。さっきからもう自己紹介が、あ、日高さんからもゆうすけってサニックスは去年から行かせてもらったんですけども。あ、そうなんですね。はい、もうね、九州のジュニアの選手のそのやる気のあふれる感じ、はい、すごいですね。いや、本当にもうジュニアがすごい、本当に、いや、佐賀をはじめとですね、本当に盛り上がってるので、はい、佐賀もそうだしね、大分からも来てますし。ああ、そうですね、はい、はい、あの先生はなんて名前なんでしょうね。結構あのご年配の先生で、やっとまた復活してきた、大分先生ですかね。はい、でもね、すごく喜んでまして、なんか別府も別府そう、ああ、ね、佐藤先生っていう方です。佐藤先生、はい、ね、もういいおじいちゃんじゃないけど、ね、いや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 、らしい、ね、いや本当愛情溢れてて ね、 ね、はい、そうですね、本当に、はい、ねえ、本当にありがとうございます。ありがとうございます。はい、今日は村上祐介さんとのコラボ配信です。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、それではまずですね、あの自己紹介をしていただいてもいいですか。福岡大学出身、2017年の、団体主将をさせていただいてました、村上祐介です。よろしくお願いします。お願いします。合唱ですね。はい、そうです、合唱です。あれ覚えてるね。覚えてます。ジャパンで第3位。毎年たくさんの演技を見るんだけど、ここだけ ね、 ね、あのね、衣装はすごい記憶にあるんだよね。あ、そう、あの着物の、はい、合唱に合わせて、はい、和風っぽくさせていただきました、あれは。嬉しいな。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、村上さんはいつから新体操を始められたんでしょうか。はい、新体操を始めたのは小学校1年生からです。あ、きっかけは何だったんですか。きっかけはですね、あの小学校でよくあのチラシとかがあるんです、配られてたんですけど、そのプリントに、そのなんか新体操クラブっていうなんかその、募集みたいなのがあったんですね。
はい、それを見て、あの親と一緒にこれなんだろうねってちょっと行ってみようかっていう話をして、見に行って、で私がもう、あ、これやりたいって、もう、あ、これが初めて、はい、即決でした。あ、1年生の時に村上さんはご出身はどちらになりますか？出身はあの北海道の恵庭です。あ、恵庭、はい、そうすると恵庭新体操クラブ、もともとは恵庭 RG という名前です。はい、あ、なるほどですね。じゃあ小学校1年生の時に即決で決めた体操教室に入って。そうですね、はい、即決でもうすぐもうこれがいいってすぐ、これがいいこれがいいっていう感じで、はい、揺らぐことはなかったですか？はい、気持ちが揺らぐことはなかったですか？あ、なかったですね。なんかもう別に運動したいっていうあれもなかったんですよ、自分の中では。親の中でもう落ち着きがないからなんかさせたいって思ってたらしくてそれでたまたま行ったのがあの新体操で、でもなんか、あ、もうこれがいいなって思ってすぐ始めました。あ、そう。でもそういう意味で小学校1年生ぐらいの、はい、いろんなこう気移りがさ、する時期じゃないですか、はい、あれがいい、これがいいで、ね、でそういう揺らぐことがなく続いたのはやっぱ趣旨貫徹っていう、はい、やっぱり村上さんのその気持ちの正しさなんですか？いやー、まあそうですね、まあ最初に出会ったのが新体操だったんで、もうほとんど新体、うん、まあ野球とかは知ってはいたんですけど、本当に生で見たのは新体操が初めてだったんで、もうなんかそこに魅力をすごい感じて、うん、はい、もうなんかそれから離れられなくなりました。そうなんですね、はい、あ、なんか永田俊介さんから、俊介、はい、俺の教えも教えてくれてありがとう、あ、ね、なってたって、あの大学の時の同期です。あ、はい、はい、どの子だろうねそうなんですね、まあ、そうなんだ、そうなんだ、はい、実は永田俊介さんからコメントをいただいてて、はい、マイズルの動画をアップした時に、はい、俊介さんからですね、動画のアップありがとうございます。このうちの一人は自分の体操教室から新体操を始めた教え子が入っています。なるほど、うん、しかもこの演技は兄貴がいた当時の水俣2005の演技、思い入れが深いのでとても嬉しいです。ありがとうございます。あ、そうです、あのもともと体操、新体操やってて、はい、で途中でなんか一回違う道に行ったんですけど、やっぱり大学で戻ってきたみたいな感じのことを言ってました。あ、なるほどね、なるほど、はい、こういうなんかこうね、重なるっていうのがいいよね、新体操交差じゃないですけども、うん、なんかそう教えたり教えられたり、はい、ね、その指導者の歴史が重なったりとして、うん、だからその一人一人の思いがね、なんかいろんなところでこう重なってるっていう感じがして、はい、ね、素敵ですね。そうですね。ありがとうございました。いいえ、ありがとうございました。はい。はい。あ、じゃあ小学校1年生の時からっていうことで、そうですね。はい。ねえ、なんか得意な技とか。得意な技ですか、はい、得意な技はでも本当にジュニアの頃から本当にずっと、うん、もう本当にひたすら練習してたダイビングとかは結構得意です。ダイビングってのは飛び込むやつ？そうです、あのロンダートから後ろに飛び込みするやつとかは結構得意です。お、はい、コツは何ですか？コツですか？コツはもう、はい、あの本当に頭から刺さるぐらい、あの伸びるっていうことです。刺さるぐらい、はい、刺さっちゃう、はい、もう何回も刺さりました。僕たちもやってて楽しいです。あ、楽しい。刺さるのが、ね、刺さるのが楽しいのかな。いや、ないですね。ナラチップ君は本当に嬉しそうで楽しそうではね、もうね、そうだよね。いや、本当にもういつもあの真剣にし、もうすごいニコニコして楽しそうにやってくれるので、うん、はい、本当に良かったなって思います。
福岡舞鶴のジュニアの皆さんの練習はやっぱり福岡舞鶴高校でやるんですか？いや、ですね、今はもう本当に私もあの仕事があるので、うん、基本土日であの、うん、空いてる日で舞鶴高校生があのよく大学に来るんですけど、まあ、それに伴って一緒に来てるっていう感じで、はい、まあ、今はジュニアっていうよりはなんか練習生っていう形でやってるんで、まあ、本当にジュニアっていう本当の正式な形ではないんですよね。あ、そうなの？はい、そうなんです。じゃあ基本的には福岡大学に週末に行くぐらいの練習でってことなんですか？そうですね。なので、まあ、本当に週2回もしくは1回で、もう本当、まあ、他に多分マイズルでも練習はしてるみたいなんですけど、まあ、その時は多分平日とかなので自分は行けてなかったり。あ、なるほど。はい、なので前大学に来た時にだけ行けたら教えてるっていう感じです。へ、うん、そうなんですね。そうなんです。でもそのなんか短い、ね、期間で、まだ皆さん多分 1年ぐらいっていうふうに聞いてるんですけど、そうですね、まだでも1年もまだ経ってないですね。へ、はい、で、あの今ここに出てきてくれたあの成政くんとかは、うん、あの北九州にいるんですよ今。うん、そうなんですか。はい、そうなんです。なのであの集まれる時が本当に土日ぐらいで、はい、まあ、福岡の子は舞鶴で練習したりするけど、本当にそういう風に全員が集まってできるのはその土日ぐらいなんですよ。個人練習が主流みたいな感じですか？そうですね、まあ、でもそんな感じになりますね。そうなんです。ちゃんと国もやってましたよね。はい、そうですね、やってます。はい、すごいじゃん。いやいやいや、もう本当に横の大学生がやってる横でちょっと小じんまりと組の練習をたくさん頑張ってます。頑張ったね。そうなんだ。本当にあの子供たちもしっかり声出してあの一生懸命頑張ってくれてます。本当にね、なんかサニックスの公式練習でも、うん、みんなね、はい、声出して、そうですね、かけもいっぱいかけて頑張ってましたよね。はい、そうですね。でもあの裏ではすごい緊張してて、あ、はい、もう団体の練習始まる前とかもう声も出ずカチコチでいい顔してましたよ。でも終わった後みんなにぶりぶりしましたね。そうですね、まあ、あの子供たちにもう緊張しなくていいって先生だけ見て頑張ろうって言って、あのはい、いや、見てても良かったです。すごい楽しかったです。ありがとうございます。また来年見に行くからねって。はい、頑張って、ね。頑張ってね。で、今度そう、来年、まあ、来年のサニックスが行くつもりなんですけども、はい、皆さんは今度どういう目標になるんですか？そうですね。まあ、まずは、できればですね、あの、はい、今は練習生という形なので、まずそこはジュニアにしたいなっていうのを、あの、うん、舞鶴高校 の、 あの中村優太先生と一緒に話してはいるんですけど、うんうん、やっぱりですね、はいはい、固定したやっぱり練習日がないとなかなかそういうのって難しいじゃないですか。うん、そこ結構今鬼門っていうか引っかかってるところでですね、うん、はい、うん、ジュニアにするっていうのはなんかなんかどういうなんかその敷地があるんですか？なんかクリアする条件があるんですか？まあ、やっぱりジュニアってなんかその固定したっていうか月何週何回月何回で決まってあるじゃないですか。やっぱりそれができる環境もそうですし、うん、あの例えば月謝とかお金も取るわけですか、ジュニアになると。でもその中で土曜日とかも仕事が入ることがあるので、それで行けなくなったりとかで、うん、それってなったらなかなか始められないねっていう。ああ、なるほどね。教えるって形がね。ですね。で、そういうふうにお金を取るんだったら、しっかりそういう固定して、もう絶対この日はできますよっていうのを作ってからっていうところをお話ししてるので。じゃあ、基本的にはその福岡舞鶴のチームは、はい、お一人でやってらっしゃるって形になるんですか？そうですね。まあ、私がまあ基本メインで教えてて、まあ、ゆうた先生にもこういろいろアドバイスをいただいて、うん、はい、させてはいただいてます。なるほどね、はい、まあ、じゃあぜひぜひその福岡大学の人脈を強く強く深く深く広く広く、はい、頑張りたいと思います。本当に主将の
権限を使っていわゆる後輩とかっていう人たちも多いと思いますし、ね、多分ね、あの付近にいらっしゃる方たちを、はい、そうですね、多分今も、ね、後輩もいると思うので、うん、はい、あ、そうですね、皆さんよろしくお願いします。お願いします。あ、じゃあ福岡マイズルの指導を手伝ったら、漏れなくギャラグッズでも増えるでしょうか。ね、本当に こんなに可愛い子たちが今頑張っているので、ね、ぜひ、うん、このメンバーはどうやって集まったんですか。はい、このメンバーは本当にまあ、北九州で行ってるこの成政くんとかはグリーンカレッジで体操をやってて、で、まあ、たまたまその舞鶴高校で演技会をやってたのを見て入りたいっていう子もいれば、うん、まあ、高校生で今お兄ちゃんがいる子で、まあ、それのつながりでやるっていう子もいれば、結構まあバラバラではありますね。なるほどね。そうなんですね。はい、なんか俊介さんが4月いっぱいは見に行けるよって、はい言っちゃったね。ありがとうございます。でもでもでも。お願いしましょう。じゃあまず、じゃあ土日お願いしとこうかって。まあでも自分も3月の土日は基本行けるんで、でも今ですね、コロナの影響で、ああ、どうですか？まあ、ゆうた先生から聞いたのは、もう高校生自体がもう今練習ができてない状態で、なるほどね。はい。なのでもう、舞鶴のそのジュニアも今はもう練習は今ない状態ですけど、うん、ああ、なるほどね。で、どこから練習が始まるかっていうのもまだ見通しが立たない状態で、まあ結構ね、こう足並みを揃うとか、いろんなこう地域によってばらつきありますよね。うん、そうですね。この学校もね、再開を決めた静岡とかね、再開を決めたっていうところもありますし、はい、沖縄とか、ね、あ、そうですね。うん、そうですね。やっぱりまあ用心はしなきゃいけないし、対策もしなければいけないと思うんですけども、そうですね。はい、もう福岡は小学校は本当に4月の始業式までもう本当に休みとかのところもあって、あ、なるほどね。そうですね。結構感染者も出てるのでですね、こっちも、はい、そうなんです。愛知っていうか名古屋ひどいんですよ。あ、そうなんですか。名古屋多いので。あ、なるほど。はい、まあ、奈良チップ君が、はい、僕は舞鶴の体験に行って楽しかったです。楽しかったからです。なるほどね。はい。ね、あ、だから楽しかったんですよね。そうですね、楽しかったんですよ ね、はい、ということ で楽しくやっている子どもたちとともに、はい、村上さんも頑張っていると、頑張ってください。ということで、ね、はい、一緒に楽しんで頑張ってます。一緒に楽しんで頑張ってるっていうことですね。偉いね、大変ですね。ぜひ頑張ってくださいね。はい、ありがとうございます。はい、今回思い出のある演技は何ですか、はい、って聞いたときに、はい、やはりこのサニックスでの福岡舞鶴ジュニアの演技っていうことでご紹介いただきました。はい、この演技を選んだ理由を教えていただけますか。はい、そうですね、まあまあ、本当に団体をし始めて、まあ、このサニックスが本当に大会ではないですけど、本当にこういう他の団体がいる中でこうやって演技するのが初めてだったんですよね、うん、この演技がですね。今まで演技会とかはやってたんですけど、うん、まあ、こんなに大勢の人前でやることはなかったので、うん、まあ、やっぱりそれで子どもたちも本当に一生懸命頑張ってくれてたし、うん、はい、本当に自分の中でもやっててよかったなってすごい思えるサニックスカップだったので、うんうん、なんかこれがやっぱり見てほしいなっていう風な思いで、うん、はい、そういう意味で言うと4人揃ってたっていうのは奇跡かもしれませんね。そうですね。普通に3人だったらね、出なくてもいないし、やっぱ4人みんな集まってくれていたから、こうやって出れたっていう感じがありますね。そうですね。本当にもうギリギリだったんですけど、本当に怪我もせず、子供たちも本当に最後まで頑張ってくれたので。はい、はい。メンバーは、はい、皆さん小学生で、はい、何年生になります？4年生が2人と5年生が2人ですね。はい、はい、
で皆さん初めて1年足らずと。そうですね。いうことなんですね。はい。それをね週1、2回でね。それなりの歴史があるのかと思ってましたけども。いや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 、本当にもうなんかまだまだ本当に始めた、私も始めたばっかりですし、指導はですね。もう一緒に日々一緒に成長してるって感じですね。お仕事を持ちながら、はい、こうやってこの土日を使って指導しようって、はい、そのまあ、思うことあるかもしれませんけど、決めたきっかけは何なんですか？決めたきっかけは、まあ、でももともとやっぱりジュニアっていうか、その体操は新体操を教えたいなっていうふうには思ってたんですよ。うん、まあでもなかなかそういう機会もなく、まあ、仕事を始めて、うん、まあ、してたんですけど、まあそのゆうた先生からこういう、うん、あの小学生がいるから見てくれないかって言われて、わかりましたっていうのがきっかけで、うん、まあ、見ていくうちに、うん、まあ、自分も熱が入って、うん、なるほど、もうこの子たちをどうにかっていうふうに思ってですね、うん、はい、いや本当気持ちがいっぱいね、うん、全面に出てくれるんなので、うん、ハマっちゃいますね。そうですね、ハマってしまいますね。本当にね、はい、もうなんか本当になんかこうすがすがしい気持ちになるっていうか、うん、あ、ちょっとうるしました、私。あ、本当ですか、ありがとうございます。はい、はい、本当気持ちいいよね。本当に一生懸命で、ぜひこれからまだ演技流しますけども、ぜひ皆さん、はい、この1年足らずの演技、1年満たない、うん、そうですね、演技だよって言ったところを本当に、ね、見てほしいですね。うん、で、まあ、その週に3回っていう練習で、どこまで行くんだっていうのはね、うん、ぜひ感じてほしいな、うん。すごいですね。いや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 、もう。今の話を聞いて余計驚きましたね。まさか週1、2回とは思ってなかったね。いや、もしかしたら舞鶴高校でまあちょっと練習してるのかもしれないですけど、多分集まれるのは本当にその土日ぐらいだとは思います。そうね、でも練習はそうかもしれないけども、本当ね、日々毎日24時間ってわけじゃないではないというわけでも、起きてる間はずっとね、こう新体操に没頭してるっていうね、はい、そういう思いが伝わってきますよ。ああ、本当に真剣にやってるんだ、真面目にやってるんだっていうね。で、美しくなりたい、綺麗になりたい、本当に好きなんだなっていうのを、ね、そうそう、また中でも表現してるから、ね、はい、俺でも負けすぎだ。本当に好きだよ、新体操って。伝わるかな。大好きなんだよって。やれないけどって。やれないけどね。頭の中でやってんだけどね。そう、はい、トレーニングはしております。結構ね、3バック座ったりはね、ポンポン飛んでるんだけどね。いやいやいや、はい、それでは、はい、はい、見てみましょう。じゃあ見てみましょうか。お願いします。よく変えますね。縦にしますね、はい、ちょっと。はい。音、音、ここはこれでいいのかな。すいません。よし。いいですか？はい、はい、はい。結構しっかりこらえてますよね、みんなね。そうですね。はい。あ、結構いました。いやいやいや。戻りましょうか。戻る？いや、もう大丈夫です。もうこのまま。え？戻りますか？もう一回。あ、じゃあ、コメントを聞きながらじゃあ戻りましょうね。あ、じゃあ。生チップ君が、冬休みは高校生の先に9時からいろいろな時間で僕たちだけで練習してました。あ、僕たちだけっていうのは小学生だけでってことかな。多分そういうことだと思います。ことかな、生チップ君。だもう自分たちで考えてるんだよね。どうですかね。そう、本当ね、それが伝わるよ、本当これ、ね。胸の開き方とか伸び方とかね。はい。もう綺麗になるんだって思いがね、伝わってくるよ、すごく。ありがとうございます。もう
練習中たくさん言いました。ここは伸びとかは一生懸命本当についてきてくれてました、子供たちに。はい、本当にね、ちゃんと止まるしね、タメも見せるしね、はい、そうですね、ただ単に動いてるだけじゃないんだよね、緩急つけてね、はい、もう一個見せるところがあって、そうですね、やっぱりもう最近は本当に徒手って言われてるので、うん、もうタンブリングもやっぱりタンブリングがすごい大好きなんですけど、この子たち、本当に大好きで、タントラとかもすぐタントラやりたいタントラやりたいって言うんですけどタントラって何ですか。でも大事だっていうことで、もう私がもうここはもっとこうだよって伝えてましたね、結構ですね、はい、そうなんだね。いや本当この入る前の状況もね、手先がきっちり伸びてるし、はい、そういった細かいところの意識がね通ってるっていうのは、僕もよく伸びてますよね、ぐーって開いてるし、そうですね、うん、もう本当によく頑張ってくれてると思います、子供たちは。そう、この間青森大学の、はい、谷さん、谷君とお話をしたんですけども、はい、やっぱり谷君もこういうなんていうかな、振りと振りの間のこう、はい、ふっと時間が来るときの細かな伸びをしっかり最後までこう通し切れるか、そうですね、うん、そこはとても大事だって言ってるんですけども、はい、そういったところのね細かな意識がねずっと切れることなく続いてるのが、はい、とても美しいなって思います。 ありがとうございます。やっぱりそのまあ本当に動きも演技ですけど、やっぱり止まってる時とかその待ってる時も演技だよっていうふうに私も伝えててやっぱそういうところこそ綺麗にかっこよくっていう風に言ってるんですね。あ、そうですね、やっぱりそういうところをこうやっててくれてるなってやっぱりこう見ると改めて思いますね。うん、はい、なんですよね、本当に皆さんがね何を教えてらっしゃるのかっていうのがね、はい、本当に伝わってきますよね。ありがとうございます。そうそう、難度とか難しさだけではなくって、そういう、ね、細かなところの配慮っていうのがやっぱ新体操の本質かなって改めて思います。そうですね、うん、まあ本当に今の本当に主流が徒手っていう風に来てるのでですね、やっぱり綺麗さっていうところがすごい求まれてきてるので、うん、やっぱりそういうところはもっともっと私もこう子供たちに伝えていきたいなって思ってて、まあこう見てるとやっぱりまだですね、つま先とかはまだまだかなって思ったりもしながら。意識は十分出てますよ。いやでも本当にしっかり意識してくれてるなとは思います、意識してますね。宮川健太郎からです、はい、2005年の水俣、懐かしい、初めて1年とは思えない都市の綺麗さでした。本当ですよね、ありがとうございます。ですね、いやもう子供たちが頑張ってくれてるからですもん、本当に。本当に。そして俊介さんからも、はい、去年の10月下旬に舞鶴高校の演技会でやったこの4人の同じ演技、手元にありますけど、この半年でここまで来るのか、はい、びっくりしました。ありがとうございます。ちょうど、うん、そうですね、その時期のなん、まあ、でも本当に夏ぐらいから教え始めてたので、そうなんですね。そうなんです。でその10月とかはなかなか私も教えれる機会がなくて、うん、本当に月に2回3回ぐらいしか自分が教えれるとこはなかったんですよ。うんうん、まあその時はゆうた先生とかがやってくれてたとは思うんですけど、うんうん、はい、まあその中でも本当にここまで、うん、はい、なってくれて、やっぱり子供たちってすごいなって本当に思います。まあ本当に共鳴でしょうね、連動っていうのかな、はい、ね、教える側教わる側の同期ですよね、はい、同調性があって本当に素敵ですね、はい、ありがとうございます。どこまで行くんでしょうね、この演技がね、楽しみだ ね自分たちでもね、自主レッスンをして頑張ったんでしょうね。そうですね、もう本当に最初、うん、この演技を覚える時も、うん、もう2時間3時間かけてやっと半日間までとか、うん、本当に覚えるのに時間がかかってて、子供たちも本当に家でこれ見て覚えてきますっていう感じだったので、なのでそこから考えるともう本当にすごい成長したなっていう風に思いますね。
すごいよね。すごいです。うん、一人一人のそのね、家庭にも近いっての努力があるんでしょうね。そうですね。うん、すごいね。すごいよな、ナラチットくん。すごいよ。ね、みんなすごいね。本当すごいですもん。ベタ褒め。いや、もう、子供たちがすごいんです、本当に。あの、2005年の水俣の演技を選んだのは何か理由があるんですか？はい、あ、まあ、ゆうた先生ともお話をして決めたんですけど、まあ、水俣の2005の演技がやっぱりその基本トッシュっていうんですかね、うん、その体の動きをしっかり使って演技しているので、うん、まあ、最初子供たちにやっぱりその新体操の基本ってなるトッシュところトッシュっていうところを、うん、あの学んでほしいっていうことで、うん、あのこの演技をさせていただきました。ああ、そうなんですね。なんか奈良チップ君は夏の壮行会に向けてからゆうすけさんが教えてくれてました、ありがとうございます。あっ、ね、こちらこそ。面白い。ね、子供たちからも励まされますね。そうですね、もう本当にいつもあの結構厳しいことも言ったりするんですけど、うんうん、それでもあの笑顔でいつも来てくれて、うんうん、はい、あの練習中もちゃんと話をあの話聞いてくれたりですね、うん、あのしてくれてるので、もう本当にまあ自分がっていうのは本当に子供たちがすごいなって感じますね。うん、はい、子供たちにはどういう選手になってほしいですか？どういう選手、まあ、どういう選手、まあ、やっぱり新体操で、まあ、演技で活躍してほしいっていうのもそうですし、まあ、本当に今こうやってやってくれてるからこそ本当に大学まで続けてほしいなっていう気持ちもあるんですけど、まあ、それだけじゃなくてですね、やっぱりその私もそのジュニアの頃に先生とかに教えてもらったんですけど、やっぱりそのとしての礼儀だったりとか、なんかそういうところもこういう新体操を通して身につけていってほしいなっていうふうには思います、うんうん、はい、本当にね、礼儀正しいしね、こんなちっちゃいのにね、礼儀正しくてもうすぐにねご挨拶にも来てくれて本当ね、はい、ヒント ね、はい、ね、素晴らしいですよね、本当にもう、はい、ありがとうございます。あ、なんか坂口亮君から、はい、中この子たちを見ていつも元気をもらっています。あ、そうです、そうだね、いいです。大学生も元気をもらって、うん、ね、大学生がきっと憧れの選手で、ね、はい、いや、持ってあげて本当にありがたいです。うん、いや、そうやって子供たちからそうやって元気与えられてるんだなって思うと、まあ、自分もやっててよかったなって思いますし、うん、もっともっとこうですね、子供たちにですね、いろいろ教えていきたいなって思います。うん、なんか奈良チップ君、壮行会で歯科倒立落ちた時、はい、ごめんなさいと思いました。いや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 、あのね、新体操はね、やっぱね、新体操はね、この失敗がね、目立ちやすいんだよね、残念ながら。そのね、綺麗なところはこう隠れやすくてっていうところなので、できない、そのできたところ、そこをね、ぜひ誇りと自信にね、積み重ねていってほしいなと思ってます。まあ、あの、成政君は、あの、その、うん、さっきも言ったように、グリーンカレッジで体操されてしてたので、うんうん、あの、まあ、倒立とかもすごいあの止まれる子なんですよ。あ、なんですけど、その壮行会が多分あの人の前でちょっとすま観客とかの前でするのは初めてだったので、あ、そうね、で緊張もした落ちてしまってたんですよね。でも10月の演技会ではノーミス、ね、ノーミスって書いてあるけど、ノーミスました。ああ、ね、ノーミスが出せました。そうそう、ね、ノーミスって難しいんだよね。そうですね、だからね、やっぱりその練習では成功しててもですね、やっぱり本番って何が起きるか本当にわからないのが新体操だなって、自分もその新体操長年やっててつくづく思いますね、本当に、うん、はい、
みんな脳みそって言うけどね、野球とか、野球なんかさ、イチロー選手もさ、打率3割ですね。打率3割で何十億ですからね。はい、打率10割の脳みそ演技やったら一体で、ね、どういう選手なんじゃいと思っちゃうので、ぜひできたところ、うまくいったところ、そこをね、高らかに宣言して、もうそういったところをね、はい、こうね、見ていきたいなって思ってます。はい、うん、はい、僕たちあの勝負じゃないので僕たちはファンなのでまあでもあの失敗はですね、あの、うん、教えてる側のミスなんでですね、はい、もうそあの自分がごめんって思いましたもっと何か伝えれることがあったのかな、練習できたのかなって思って、うん、そうですね、はい、まあ、いいものは目指したいですけどね、うん、そうですね、はい、ぜひ次につなげて、次に次に、そうですね、はい、ですよね。で、村上さんは福岡大学時代に主将として、はい、あのすごい皆さんを指導されてたと思うんですけど、はい、やっぱり大学生に教えるのとジュニアに教えるのと全然違うと思うんですが、特に気をつけてることとか何かありますか？特に気をつけてること、うーん、そうですね、まあやっぱりそのジュニア、今のジュニアもそうは本当に初めてっていうところが一番でかいので、うんうんうん、あの本当にやっぱりその基本都市にしても何にしても本当に一つ一つ、うんうん、ここはこう、ここはこういうなんだよっていうのを本当に、うん、なんていうんですかね、一つ1から10までっていう言い方か、うんうん、合ってるか分かんないんですけど、そ、まあ、でもそういう風に教えるようにはしてます。うん、大学を続けてきてるので、ある程度こう省いて言っても多分伝わるところは伝わるのかなって思うんですけど、多分初めてだと分かりづらいと思うので、やっぱりそこは自分も動いて、ここはこうなってたら汚いからこうするんだよとか、動きながら、一緒に動きながらやってますね。公式練習でもそうでしたね。そうですね、ポーズの、見本をね、はい、あの見てながらやってますね。はい、ね、やっぱりやってみせ、させてみせ。ですね、褒めて。はい、もう褒め、あの、きつく言う時もあれば。西尾さんが来てくれてますね。レックスの指導者さんが来てくれて、西尾浩平さんが。ありがとうございます。レックスはジュニアね、いいチーム作っててね。ね、はい、すごいです、本当に。村雲さん、指導者の鏡ですね。いや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 、もう全然。まあ、なんか奈良チップ君が、ゆうすけさん、はい、ピンじゃなくて西日本ですって書いてあるけど。あれあれどうだったか。大体一緒か。大体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 そう感じでしょうかね。言いません。ごめんなさい。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。本当にこれからもね、楽しみにしてます、うん。ぜひぜひ頑張ってください。ありがとうございます。はい、頑張ります。新体操の基盤はこのジュニアですからね。そうですね。ジュニアが一番の土台なので、うん、はい、皆さん見てどうやってジュニアを育てて基盤を作っていただけど、ね、とても楽しみにしています。はい、わかりました。いや、本当にですね、効果、まだジュニアが、こだけ人がいるのにないのでですね、うんうん、はい、やっぱりそれだからこそ、やっぱりジュニア作りたいなっていう気持ちも多くてですね、そうですよね。はい、ね、頑張ってくださいね。まあ、やっぱりね、学生中心のね、競技なので、うん、毎年確実に何十人、はい、何百人ってね、何百人かな、引退していっちゃうので、そうですよね、はい、それに見合うだけのジュニアを、ね、こう育て続けないといけないので、いや本当に皆さんの努力が一番の生命線だと思ってます。はい、はい、あの本当に、ね、仕事をね、ま、や、になっていただいてありがとうございます。いや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 、もう本当にまだまだ本当に始まったばかりなので、これからどうなるかは分からないですけど、うん、頑張りたいと思いますこ の, あの笑顔に応えるようにはいはい、はい、ね、頑張ってください。ありがとうございます。頑張ります。本当にありがとうございました。今日お忙しい中ありがとうございます。いや、もう全然こちらこそ、あの、ありがとうございます。はい、また注目してますので、はい、はい、また何か機会があれば出てください。はい、もしもちろんです
またよかったらね、大学時代のお話とかもね。ああ、そうです。もし次はですね、はい。そうね、とか高校時代。そうね。あ、ラジねえ。見てのかな、ラジ君ね、先生の演技を。ね、かっこよかったよし。いやー、ちょっと恥ずかしいですね。ねえ、本当にありがとうございます。ありがとうございました。本当にありがとうございます。じゃあまた、また、はい、またよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。さよなら。いやー、すごいね。やっぱ仕事をしながらっていうのがね。仕事をしながら、やっぱり土日にね、ご自分の時間を使ってなんですね。ね、もう本当にこの献身のすごさ。すごさ。ね、なかなかね、できないよね。ずっとね。うん、そう、っていうのをね、いろんな、本当にいろんなところを回らせてもらってるんですけども、そういう人ばっかなんだよね。いろんな地域地域で、でこの人がいたからこんだけのチームが作れたっていうのあると思うし、できっとね、またいろんな、ね、これで卒業されて自分もね指導者になりたいなっていう若者も大勢いらっしゃるかなと思ってます。あのね、本当にね、簡単じゃないと思うし、苦労ばっかりだと思うんですけども、その中でうまく工夫をしてつなげてきてくださっている人が非常にたくさんいますので、成功の道筋はたくさんあると思うんですよ。うん、はい、いろんな ね, いろいろね、今まで皆さんがね、こう演技を学んで美しい演技ができたように、運営とか指導の方もいろんな人から学んで、あのうまくね、その地域地域にあった形で発展していってくれると嬉しいなって思ってます。はい、でもこうやってなんかいろんな地域でね、うん、やっぱり若い指導者さんがいっぱい出てきてっていう感じしますね。ね、そこがね、そう、本当本当、いろんな地域、関東地域もね、うん、ありがとうございました。こちらこそです。はい、ぜひね、本当もうね、ジュニアがね、楽しくて美しくてね、楽しみです。私、わさびのりって何ですかって聞こうと思って忘れちゃった。わさびのり。なんだろう、今度。まあ、やっぱなんでのね、なんだろうって聞いたこのメリハリ感とか。またぜひ、ぜひあの、いろんなね、お話を聞かせていただけたらなと思います。じゃあ、わさびのりの秘密を聞こうか、次回は。はい。はい。ね、あ、福福さんもありがとうございました。あおちゃんもありがとう。はい。はい、コンビニで売っているお菓子です。ありがとうございます。好きなの。じゃあ、差し入れ今度それします。ね、子供の分か、わさびのりって。本当だね。お、ゆうすけさんだ。ラチップ君まだ起きてる。はい。はい。では、明日は、はい、ちょっとね、いろいろまだあの、うん、ライブが続きますので、はい、今日から3日、3夜連続になって。3夜連続です、はい。ので、ちょっと今後の予定を少しお話ししたいと思います。はい、ちょっとお待ちください。ちょっと待ちよーって。そうですね。あの本当にいいですね。ちょっとね、ライブがあの本当に続くので。まあ、よかったね、でもね。こういうシステムがあって、よいしょ、いろんなところに行けなくなっちゃいましたが、あ、そう、そうだよね、うん、見えるかな、あ、新体操陣は皆さん暑いですね、あ、頭へはめさん、ありがとうございます、ありがとうございます、あ、俊介さん、来週は豊かが出ますね、あ、そうです、そうですそれもお楽しみにっていうことで、ちょっとどうしよう、下げればいいかな、いいよ、こうやってやめるよ、はいはい、よし、はい、はい、今13日まで来ました。あ、そうです、ふたさん、はい、はい、そして明日が菊池正光さん、はい、あのちょっと身内のお話をしてくださるそうですどんな話なのかな、あ、あと演技は、高校埼玉栄高校時代の演技を見ます。いや、十分この、ね、話題自体が身内だけどねあ、俊介さん、はい、地元でジュニア時代の幼馴染です、はい、いいのっていうのかな、うん、いいのと上絵で競ってました。あ、いいのって、いや、そうなんだね、俊介さんは、あ、じゃあ宮崎なのかな、ですか、ね、うん、上絵だったね、ありがとうございます、はい、そして15日日曜日が石塚さとしさんです、はい、石塚さんも今あのシンクレッション、そういうジュニアチーム、東京って言ったりとか関東って言うのかな、はい、クラブチームを、はい、主催されてますので、はい、そのジュニアチームの
運営のことだとか、はい、あとはあのエンタメの世界でも活躍されているの で、ね、男子新体操のエンタメについてお話しいただきます、はい、楽しみですね、はいはい、そして18日水曜日が豊さんです、豊さんです、前田豊さん、小林修法高校そして青森大学の OB でもうこだわり抜いた都市についてそう、ね、で自分があのどういうふうにこう変化したか、うん、やっぱりあの都市の練習はもちろん大事なんだけれども、うんうん、それに向かう気持ちの持ち方、都市の理解の仕方、そういったものをお話しして、あのジュニアの皆さんにエールを送りたいと。なるほど、ね、あぜひ聞いて、それで、うん、そう、それでその前田豊さんの時は夜9時から始まります、うん、そうですね、9時です、はい、はい、夜9時からですので、お間違いのないように。三葉さん、全国の選手や関係者ファンの皆様、このような時期なのでくれぐれも怪我のないように。うーん、はい、本当にね、いいですね、ねえ、はい、もうそれから暑くなったり寒くなったりコロナもあったりなので体調崩さないように気をつけてくださいね、うん、そして3月21日土曜日が渡辺健志郎さんです、まあですね、いろいろ発信してくれてますよね、はい、青森大学でね1年生の頃から、はい、レギュラーを務めていらっしゃいます。もうそうですね、この頃はね、こう、うん、ビデオで実演しながらね、都市のデュアルキャリアとしても、うん、あのご活躍中で、都市、はい、のいろんな動画も作り、はい、発信もされています。前田豊さんはケンシロウさんの前にやりたいっていう、そうそうそう、日の指定がありましたので、あのお二方の ね、 そうね、コラボを見ていただくとより深めていただけるのではないかなと。先に行っちゃおうみたいな感じがさあ、そして3月30日月曜日第4弾になります。あ、また春樹さんとの、はいはい、コラボです。第4回目、はい、ということで今回は練習動画を見ながら、はい、なんか練習の時の様子とかお話ししていただけるのかな。そうですね、はい、はい、まあ、という形で4回目で終わるかな、はい、いろんな方に出てきていただいてます。でぜひね、あの僕たちがなんでこんなことやってるかっていうと、新体操の、ね、魅力っていうのはやっぱりね、こう演技の多様性だと思ってるの。いろんな表現があって、うん、で演技が多様だったら見る側の、ね、方も多様でいいんじゃないのって思ってます。なのであのいろんな経験者の方にお話を聞いてるんですけども、そうじゃなくて僕たちみたいな僕はこう思った、ああ思った、ああ思ったっていうね、その自由な意見がね、みんなでこうワイワイかぶせれると、うん、交差のようになってて楽しいなと思ってますので、あの顔出して NG、ね、あ、そうそう、声だけ、そう、声だけでもいいですし、なんか、ね、ぬいぐるみとか写しといて、はい、そうそうそう、あのいざとなればコメントだけでも OK なので、そうですね、コメントとかリクエストとか、うん、はい、演技見たいですとかでもね、うん、でぜひいろんな人の意見を言って、ね、でいろんな演技といろんな見方でいろんな楽しみ方が増えていくととってもいいんじゃないのかなと思ってますので、はい、ぜひまたあのぜひ参加してください、はい、声を出してください。ぜひ皆さんの推しの演技を、はい、推しの演技、そう、私はこの演技が好きだとかねそう、この演技とかこの瞬間が好きだ、ね、そうそうそう、私もいっぱいあるんですけど、そういうそういう、この鹿倒立の後のポーズ、ね、このポーズがいいとかね、この立ったところがいいとかね、そう、あ、村雲さん、ぜひと言えるほど私に語れるか微妙ですが、え、ぜひ、あ、ぜひ、もういいです。じゃあまたこの後打ち合わせします、うん、そう、選手に聞いたら本当にはね、都市の数秒でさ、1日2日喋れちゃうぐらいなんで、そうです、そうです、上京で2時間喋ったことあるんで、うん、大丈夫です、うん、皆さん、あの一般ファンでね、飲んだ時もありますけども、一般ファンで飲む時も都市で大体ね2時間喋れますので、つま先の美しさだけで2時間とかねそ, うそういう感じなので、なのでぜひあの普通の、あの全然ここはね、あのメジャーなところじゃないので、本当にいろんな、はい、そういうね、細かいところで盛り上がりたいみたいなのもあって、でそういうね、あ、こんなこと見てるのとかね、うん、こんなことどうに感動してるのみたいなところが、うん、逆にね、選手の皆さんとか関係者の方に伝わっていくとまた面白いかなと思ってますので、はい、ぜひ、じゃあ村雲さん声かけますね、はい、期待、じゃあこの後よろしくお願いします。そうで、出ていただけるとタオル差し上げますので、タオル最近タオルそのままいっちゃいますのでぜひ見てください。はい、わーい、そらみさんもぜひお願いします。あ、さんも、はい、はい、じゃあそれでは今日はこの辺 で、 この辺で、また明日もやります。はい、明日は菊池くんと、明日は10時だな、明日は10時、明日は10時です。はい、じゃあ皆さん手洗いうがいして、あ、そうです、行きましょうね、はい、はい、じゃあそれでは今日はこの辺で、じゃあコロナに気をつけて頑張りましょう、はい、おやすみなさい、はい、ありがとうございました。